はい、どうも皆さんこんにちは、真壁です。真壁の米株取引というブログを書いていて、アメリカン投資家ジムクレーマーをフォローしています。10月15日木曜日のマットマネーなんですけども、この日の時点でダウはオールタイムハイから 4% 下のところにいると。で、この木曜日ちょっと焦りましたよね。ヨーロッパの各市場がめちゃくちゃ下げてたこともあって、はじめドーン下がって、で結構グーって持ち直して終わって、まあダウは結局マイナス 0.03% っていうところだったんですけども、今回のマットマネー何の回かというと、これなんですよね。バンクスなんですよ。銀行の回なんですよ。で、ジムクレーマーね、決算シーズンが一連の銀行の決算で始まったよなと。それでここまででメジャーな銀行の決算発表全部終わったよなって言ってるんですよね。で、これですよ。モルガン・スタンレー、バンクオブ・アメリカ、JP モルガン、ウェルス・ファーゴ、ゴールドマン・サックス・シティ。ここら辺決算発表終わりましたよね。で、この決算発表後の株価の動き、これ見るのは重要なんだけども、それだけに囚われてたら、どの決算が良かったのか悪かったのかちょっとコンフューズングだと。シティも JP モルガンもバンクオブアメリカもウェルスファーゴも全部決算発表後に売られたんだけども、で一方でゴールドマンサックスとモルガンスタンレーは決算発表後に上がったんだけども、でゴールドマンサックスとかその後下がって元通りになったと。で、ジムクレーマーね、その決算後のアクションがどうのこうのっていうのは全体のストーリーとしては関係ないところもあると。で、これらの銀行の決算内容をね、精査してみれば実は3つのグループに分けられるんだって言ってるんですよ。で、それはこれなんですけども、こうティア1、ティア2、ティア3とあって、こう3つに分けられて、ティア1が良くて、ティア2が次に良くて、ティア3が悪いグループなんですよね。で、ティア1にはゴールドマンサックスとモルガンスタンレー、ティア2にはバンクオブアメリカと JP モルガン、ティア3にはシティとウェルスファーゴが入ってるということで、ジムクレーマーね、今の状況っていうのは、この大きなマネーセンターの銀行、これには良くない状況なんだと。で、金利が低くて、イールドカーブがフラットすぎると。だけどですよ、インベストメントバンクスはスライビングですよ。スライブっていうのは、栄えるとかね、繁栄するとか、成長するとかですよね。投資銀行にとってはいい状況なんだと。で、なぜならば、別に悪いローンによる損失をそれほど心配しなくていいし、今のボラタイルな株式市場の状況で、トレーディング業務が火を吹いてて、あとはマネーマネージメントビジネス、アセットギャザリングの分野も火を吹いてると。だから投資銀行は好調なんだって言ってて、このティア1は好調なんだって言ってるんですよね。ゴールドマンサックスとモルガンスタンレー。で、このティア1はティア2、ティア3とはもう全然違う風になってきたと。で、昔ながらの銀行ビジネス、ティア2、ティア3。ティア2には好調な大銀行があって、バンクオブアメリカと JP モルガン挙げてて、で、これは決算内容も良くて、決算後に売られるには値しなかったとジムクレーマーは言ってて、で、ティア3は内容が良くなかったと。で、決算良くなかったってことなんですよね。で、じゃあこれら一つずつ見ていこうじゃないかということで、まずはこれ、モルガン・スタンレー。これね、ジムクレーマーね、今朝の決算素晴らしかったよなって言ってるんですよ。木曜日の朝の決算発表ですよね。売上が予想 10.64 ビリオンに対して 11.7 ビリオン。EPS が予想 1.28 に対して 1.59 ということで、ジムクレーマー、売上も EPS も予想を軽く上回ったと。だけど自分はね、数字自体にはあんまり興味がなくて、どうやってその数字を作ったかっていうのを重視するんだと。で、いつものように株とか債券業務とか M&A 業務は好調だったんだけども、ジムクレーマー、自分は特にアセットマネジメントのビジネスの分野の成長が大好きなんだと。で、これですよね。モルガン・スタンレー pivoted dramatically toward wealth management ですよ。で、これはステーブルビジネスなんですよね。安定したビジネスなんですよ。アセットマネジメントビジネス。で、この顧客の資産管理したりするビジネスっていうのは、景気がいい時も悪い時もあまり変わらない。スティッキーなビジネスだと。顧客が離れていかない。ずっと顧客を離さないビジネスなんだと。だから安定なんだって言ってるんですよね。それにさらにこのモルガン・スタンレーに e-trade と e-ton バンスが加わるんだと。これすごいよねと。そういうアセットマネジメントのビジネスにこれ倍掛けするんだと。それを自分がめちゃくちゃ好きなんだって言ってるんですよね。で、そうですよね。モルガン・スタンレーね。e-trade 買収しましたよね。ネット証券大手ですよ、e-trade。これ2月に発表してたんですけども、e-trade を130億ドルも出して買収すると。で、9月末の記事では、この買収、Fed アプローブしたと。で、e-trade だけじゃなくて、これ以前の動画にも出てきたと思いますけども、e-ton バンスですよ。これを70億ドルで買うと。で、ジムクレーマーね、2008年から2009年にかけての金融危機の時以来、多くの投資銀行がどうやってリスクを捉えるかっていうことに苦心してきたと。で、モルガン・スタンレーの CEO のジェームス・ゴーマン。ゴーマニズム宣言ですよ。このゴーマンさんのアプローチで、今はアセットマネジメントビジネスっていうのは、
もう 4.4 兆ドル。そんなに多くのクライアントのお金を扱ってるんだと。だからモルガン・スタンレーっていうのはビジネスをどんどんスティッキーな方向に変えてきてる。で、リスクってジム・グレイマー言ってるんですよね。リスクが乗いてってるってことですよ。で、一つ問題があってってジム・グレイマー言ってて、マーケットが思い込んでんだと。既存の投資銀行でしょ、どうせって思い込んでるから。それがまだね、投資家に伝わってないから、こういうことが。で、この CEO のゴーマンさんは、投資家がそれを認識するのは時間の問題だと言ってると。で、株価こうなってて、その決算発表後こう上がって、木曜日、プラス 1.34% だったんですけども、ジム・グレイマー。このモルガン・スタンレーが、売り上げのたった9倍で取引されてる。馬鹿げてるぐらい安いと言ってるんですよね。今の価格はギフトだと。ということで、モルガン・スタンレーだったんですけども、ティア1もう一個はね、ゴールドマン・サックスですよ。で、ジム・クレイマーね、ちなみにこのゴールドマン・サックスの株価も安いと。売り上げの8倍だって言ってるんですよね。で、これは水曜日に決算発表あって、売上が予想 9.46 ビリオンに対して 10.78 ビリオン。EPS が予想 5.57 に対して 9.68 ということで、数字良かったんですよね。良かったんですが、こう下がってるということなんですけども、木曜日もマイナス 1.25%。で、まあ、ジム・クレイマー何言ってるかっていうと、モルガン・スタンレーと同様に、ゴールドマン・サックスも、デ・リスクを行ってると。リスクをのけてってると。アセットを短期で取り扱って長期で持たない。顧客に関しては、富裕層中の富裕層を捕まえてると。IPO もやってるけども、リスキーじゃない。で、ジム・クレイマーね、自分のファンドはゴールドマン・サックス持ってるんだけども、自分の考えでは、ゴールドマン・サックスは信じられないぐらい安定してて、今後も儲かる銘柄だと思ってると。で、このティア1のね、モルガン・スタンレーとゴールドマン・サックスひっくるめて、両方とも株価は安いんだと、多くの投資家が気づく前に、これ皆さん買ってもいいよって言ってるんですよね。ただし投資家がね、気づき始めるのがいつかっていうのはわかんないから、持つんだったら我慢強い人が持ってくれと。グズグズする可能性もあるからずーっとね。だからジム・クレイマー、普通に考えて株価安いよって言ってるんですよね。こっからまだまだ伸びるよと。はい、ということで次のティア、ティア2なんですけども、まず言ってんのが JP モルガンチェイスですよ。で、ネットレベニューなんですけども、29.9 ビリオンだったんですよね。で、これはね、フラットだったんですよ。で、これね、収益ね、マイナス成長に落ち込むと見られてたんだけども、意外に健闘してフラットだったと。予想ほど悪化しなかったと。で、また EPS に関しては、コンセンサス 2.23 だったんですけども、2.92 と。これもね、マイナス成長だと思われてたんですけど、予想外にプラスだったんですよね。数字的にはすごく良かったんですよ、だから。で、ジム・クレイマーね、JP モルガンっていうのは素晴らしい銀行で、今回の決算も予想より数字は良かったと。多くの人が、悪いローンによる本当に多大な損失を心配してたんだって言ってるんですよね。だって今、中小企業が苦境にあえでて、失業者が溢れてるから。だけど、予想されてるよりクレジットロスの状況が良くて、人々はそれでエキサイトしたんだって言ってるんですよ。だけどってジム・クレイマーやってて、特に JP モルガンに関しては、カンファレンスコールを注意深く聞かないといけない。で、銀行っていうのは、貸したお金が、こう、不況とかで回収できなくなることに備えて、あらかじめ貸し倒れ引当金って呼ばれる損失をね、こう報告しとくんですけども、この JP モルガンの場合ね、景気判断をちょっと引き上げて、そのあらかじめ言う損失がちょっと少なかったと。だからジム・クレイマーね、クレジットロスの状況が良かったのは、そういうこともあるし。だから前の決算では 10.47 ビリオン。未来のローンの損失に計上してたんだけども、今回はもうたった611ミリオンだったと。で、あとクレジットロスがね、少なく見えたのは、こう多くの貸してる人に、そう返済の引き延ばしを与えてるからだと。で、返済を待ってるケースも多いから。で、政府からの援助もいっぱいあって。で、ジム・クレイマーね、これらのことは言い換えると、もしかしたら悪いローンっていうのは、ただ来年に持ち越されてるという側面があると。で、自分はね、カンファレンスコール聞いててそう思って、で、カンファレンスコールではもっと好調な点にね、フォーカスしてもよかったんじゃないかって言ってるんですけども、投資業務とかね。まあでも何はともあれ全体的にはいい決算だったと思うとジム・クレイマー言ってるんですよ。だから株価、決算あったのは13日ですけども、14来て、木曜日には 1.50% 上がりましたよね。で、これは JP モルガンなんですけども、さあ、ティア2のもう一つはこれですよ。バンクオブアメリカなんですよね。で、こっちはどうだったかというと、水曜日に決算発表あったんですけども、売上が予想 20.81 ビリオンに対して、20.3 ビリオン。EPS が予想 0.49 に対して、0.51 ということで、まあ、EPS はビートしたんですけども、売上はわずかに届かなかったと。
で、ジム・クレーマー、基本的にはいい決算だったと思うよって言ってるんですよね。売上の少しのミスはあったけど。だけど注意深く中身を見ると、弱い数字じゃなかったと言ってるんですよ。悪くなかったと。で、バンクオブアメリカに関しては、JPM と比べても、かなり多くのクレジットロスを将来で見込んでると。だから決算発表直後はすごい株価下がったんだけども、だけどこの多くのクレジットロスをね、将来に計上してるおかげで、この先の業績には期待持てると。で、カンファレンスコールでの CEO の言葉は力強かった。もう10月から状況は上向いてると。だからジム・クレーマー、多くのローンロスをもう織り込んでるから。だから将来の決算は良くなるんじゃないかということになってると。だから総括してバンクオブアメリカ、予想されたよりもいい決算発表だと思うよって言ってるんですよね。だから決算後ね、落ち込んだけども、結局この日は上がっただろって言ってるんですよ。で、これですよね。決算後こう、ボーン下がったけども、木曜日はプラス 2.24% と、ちょっと見直されて終わったってことなんですよね。で、ところでってジム・クレーマー言ってて、この銀行のデジタル化の進捗具合は素晴らしいと。自分も口座持ってるけども、すごい快適だって言ってるんですよね。僕もバンクオブアメリカ口座持ってますけども、別に不便は感じないですね。で、さあ、ということでジム・クレーマー、問題はここだと、ティア3だって言ってるんですよね。で、このシティとウェズファーゴの決算発表、これはどういう気持ちにさせたかというと、これらの銀行、too big ですよ。大きすぎんじゃないかと。あと、too unwieldy。unwieldy っていうのは、扱いにくいとか、かさばったとか、重すぎるとか、そういうことですよ。だ、大きすぎて重すぎるから、こう、コントロールできない感じに思うと。で、ただこのね、シティとウェルスファーゴ二つの中では、このシティの方がよっぽどマシだと。で、これ火曜日に決算発表ありましたけども、売上が予想 17.22 ビリオンに対して 17.3 ビリオン。EPS が予想 0.92 に対して 1.40 ということで、で、まあ、ジムクレーマーシティね、ボロボロの悪い状況あるんだけども、まあ、クレジットロス的には、前回の 2.2 ビリオンから 1.9 ビリオンに減ったし、まあ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 って言ってるんですよね。で、シティ株価こうなってますけども、まあ、決算発表後ドーン下がって、木曜日は 1.35% プラスと持ち直してますよね。で、このシティに関してはやっぱこれでかいよねって言ってんのが CEO のマイケル・コーバットさん。この人は引退するんですよね。で、2月にジェーン・フレイザーさんと交代すると。これね、以前動画でもね、ちょろっと言及されてましたよね。で、ジム・クレーマーね、これはね、ちょっと痛いねと、シティにとっては良くないニュースだっていうのと、あとシティはこれですよ。これ4億ドルの罰金払わなきゃいけないんですよね。で、金融規制当局がシティはそのリスク管理システムを改善しなければいけないと。そこの部分で深刻な不備が続いてるって言って、4億ドルの罰金を課してるんですよね。リスク管理とか内部統制に関する複数の分野で基準を満たしていないと。リスクとかデータシステム上の問題解決を長年にわたり怠り続けてるって言われてて、ジム・クレーマー良くないよねっていう感じなんですよ。だからシティよりももっと悪いのはこれですよ。ウェルスファーゴですよね。ジム・クレーマーもはっきり言ってるわけですよね。ディサポインティングサードクォーターですよ。ジム・クレーマーもうはっきりと悪い決算だったと。で、売上が予想 17.97 ビリオンに対して 18.9 ビリオンだったんですけども、EPS が予想 0.45 に対して 0.42 と、予想より下回ったんですよね。で、ジム・クレーマー、そもそもこの予想っていうのも、ハードルがそもそもかなり下げられてたんだと。その下げられてた予想すら EPS は下回ったんだと。だから、決算後にハードに売られたのは当然のことだって言ってるんですよ。で、ウェルスファーゴ。もうハードに売られてますよね、決算の後にね。で、このね、決算の数字悪かっただけじゃなくて、もうこういうのも痛いよなって言ってるのがこれなんですよね。ウェルスファーゴは100人以上の従業員を解雇したんですよ。なぜならば、COVID-19 リリーフプログラム。これ新型コロナウイルス感染拡大で打撃を受けたアメリカの企業向けの救済基金ですよ。こっから資金を不正取得しようとしたっていうことで、行員100人以上を解雇したと。で、ジム・クレーマーね、ウェルスファーゴの CEO はまだ比較的新しいチャーリー・シャーフなんだけども、彼は素晴らしい男で、この銀行を立て直そうとしてて、で、自分はこの立て直してくれると思ってると、こうターンアラウンドを信じてるんだけども、こういうニュースが出るということは明らかに、立て直しはまだまだのとこだって言ってるんですよね。で、これからもこういうスキャンダルがどんどん出てこないとは限らないと。だからウェルスファーゴね、買うのを考え始めるのはまだまだ早すぎるんだって言ってるんですよ。ということでね、一つ一つ銀行の決算、これまであったやつをジム・クレーマー見ていった回だったんですけども、まとめると、もしこれらの中から何か変えたければジム・クレーマー、ゴールドマン・サックスかモルガン・スタンレーにしとけと言ってるんですよ。
昔ながらの銀行業務じゃないところで安定のグロースがある。ただしさっきも言ったように我慢強くないとダメだと、我慢強い人だけは買うんだって言ってるんですよね。でジム・クレーマーは自分のファンドでゴールドマン・サックス持ってて、だからモルガン・スタンレーは買わないんだけども、でゴールドマン・サックス持ってなかったら絶対モルガン・スタンレー今買ってるけどねって言ってるんですよ。でティア2ティア3ですよね。マネーセンターである銀行を買いたければ自分のランキングはまず JP モルガン、次にバンコブ・アメリカで、シティが来てウェルス・ファーゴだと。まあもう買いたければ JP モルガンかバンコブ・アメリカまでだろうと。シティはメッシーなんだけども、まあ状況はごちゃごちゃしてるんだけども、ただ株価的にはとても安いって言ってて、でとても哀れなピティフルなって言ってるんですよね。ウェルス・ファーゴだって言ってるんですよ。もうこれにはね触るんじゃないと、異論があるならぜひ CEO のチャーリー・シャープさん番組に来てほしいと、株を買った方がいい理由があるなら説明してほしいと、もうどれだけ時間使ってもいいからってジム・クレーマーも言ってるんですよね。ということで個人的にはねガゼンモルガン・スタンレーなんか買いたくなったりしてるんですけどね。はい、ということで視聴者から生電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングラウンドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。 GW ファーマスーティカルズは大好きやでということで、これジムクレーンはねずっと昔から推してるんですよね。で以前にも動画やったんですけども、医療用大麻の会社ですよ。でジムクレーンはこの GWPH もうほとんど唯一のちゃんとした医療用大麻のいい会社だと。で最近ね全然冴えないんですけども、自分は大好きだとジム・クレーマー言ってるんですよね。はい、次。ZIX コーポレーションよりはということで、ジム・クレーマーね、この会社は E メールエンクリプションの会社だと。エンクリプションね、暗号化ですよね。ネット上でファイルとかやり取りするときに、通信中に誰か見られたり、いじられるのを防ぐために、こうデータを変換すること。エンクリプションですよ。で、この E メールエンクリプションいいんだけども、まあ、この分野にも強い。あといろんなことをやってる会社といえば、やっぱりね、これが思いつくよなってジム・クレーマー言ってんのが IBM なんですよ。なんかね、久しぶりに聞きましたね、IBM の名前。インターナショナルビジネスマシーンズですよ。いいですよね、かっこいいですよね、マシーンズですから。まあでも株価ね、ほんと綺麗にね、ボックスというか横ばいというかそんな感じですよね。で、ジム・クレーマー、まあこっちの方をね、思いつくと。で、今 IBM は信じられないぐらい安いと。incredibly cheap って言ってるんですよね。はい、最後なんですけども、クワイデル、キデル、クワイデルですよ。クワイデルは好きなんだけどって言ってて、まあこれね、分子診断の会社ですよね。で、COVID-19 の検査キットでもね、すごい盛り上がりましたよね。だどん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 株価上がってっていうのありましたよね。何でしたっけ？ソフィアとかですよ。ソフィア2とかですよね。あの、コロナウイルスの抗原検査ですよ。ただまあ、競合もあるんでね、いろいろありますよね。アボットもあるし、あと大学もね、もうイェール大学とかコロンビア大学が、もうすごい唾で簡単にできるキットを開発してたり。だそういうね、ニュースが出るためにこう、ダウン下がったりしてるんですけども、最近持ち直してきてますよね。で、ジム・クレーマー、クワイデル自分好きなんだけども、で、自分は診断の分野が好きなんだけども、こっちの方がやっぱり好きだよって言ってる、まず一つ目がダナハーなんですよ。で、二つ目がサーモフィッシャー。こっちの方が好きだよって言ってて、で、両方ともね、すごい綺麗な株価上がりですよね。で、サーモフィッシャーもそうですよ。で、サーモフィッシャーなんかは以前のマットマネーの回で動画にもしたと思いますけども、こうワクチンとか治療薬とか盛り上がってるけども、ゴールドラッシュで儲かったのは金掘る人というよりは、そう、金掘る人にジーパンとかツルハシとか売ったやつなんだと。だからこうやって治療薬とかワクチンとか、こうバイオの分野盛り上がったら誰が儲かるかっていうと、そう、試薬とか全部、試薬とか機器とかを広く取り扱ってるサーモフィッシャーが絶対儲かるだろうって以前言ってましたよね。で、本当にもうその通りの、ほんと綺麗な上がりになってると。ということで今日は以上です。今日も聞いていただきまして本当にどうもありがとうございました。これからもジム・クレーマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。最後におまけの英語コーナーです。はい、今回の英語なんですけども、このこういう既存の銀行ビジネスをね、いっぱいやってるところと、あとこういう投資銀行は違うんだと。ティア1っていうのはティア2と3と違って、今の状況でもティア1は好調なんだと。で、その下りで、なぜならば、彼らのトレーディング業務が火を吹いてて、で、彼らのマネーマネジメントビジネス、これも同様に火を吹いてるんだっていう下りがこれです。And their trading operations are on fire, and so are their money management businesses.はい、言ってますよね。Their trading operations are on fire. And so are their money management businesses. もう一回聞いてみましょう。And their trading operations are on fire. And so are their money management businesses. はい、言ってますよね。ということでね、今回これなんですよ。
so are 何々もしくは so am 何々とか so is とか so が来てで主語と動詞がこうひっくり返る形ですよ。でそれは何々も同様にっていう風になるんですよね。でこれ例文見ればわかりやすいんで、でまあよく使ったりするんでね、ちょっと一つずつ例文を見ていくということで、まずね、私もですってよく言うんですよ、この形でね。例えば I'm from Tokyo So am I。 私東京出身なのよ。あ、私もよってことですよね。でここね、 I am なんで So am I なわけですよ。でも私もですで、ね、ここが am じゃなくて、例えば動詞だったら I love 焼酎。いやいいですよね、焼酎ですよ。そしたら So do I になるわけですよ。 So do I。 だここが何かっていうのはここによるんですよね。で So 何々 I、 ここはひっくり返すと So I am、 So I do じゃなくて So am I、 So do I。 I took a train、 So did I。 電車乗ったんだよね。あー自分も乗ったよ。 I'd like to try this、 So would I。 ここ would だから So would I になるわけですよ。でこれトライしたいんだけど、これ試着したいんだけど、これ試食したいんだけど、俺もやりたいわ、自分もやりたいわ、そういうことですよね。だからこれね、よく使うんですよ。で、me too でいいんですよね。で、me too の方がすごい使いやすくて使うんですけども、まあカジュアルだったら me too でいいんですよ。I'm from Tokyo, me too, I love 焼酎 me too。me too, me too でいいんですけども、まあもうちょっと大人な感じでね、so am I, so do I, so did I, so would I。なんでもいいんで、ここに応じて、so 何々 I、 私もですと。で、これちなみにね、こう言われたところが、否定文だったらどうなるか。これはね、そうじゃなくなるんですよ。で同じね、日本語だったら私もですなんですけども、例えば、I'm not from Tokyo。私、東京出身じゃないの。Neither am I。そうじゃなくて、neither になるんですよね。だから全部そうなんですよ。I don't love 焼酎。信じられないですけどね、そんなやつ。そしたら、neither do I。になるんですよね。I didn't take a train。Neither did I。I've not liked to try this。Neither do I。だからこれ neither になるわけですよ。で別の簡単な言い方としては、さっき me too っていうのがあったように、これはね me neither でもいいんですけども、まあでも neither am I。 でこう私もですだけじゃなくて、いろんなことにそう何々っていうのは使うと。 You look beautiful, thanks, so do you。 だから私もですっていう I だけじゃなくて、こうあなたでもいいし、あとは人以外でもいいんですよね。でこの場合はあなたですよ、 so do you で look なんで do ってことで、あなた綺麗だね、ありがとう、あなたもねっていうことですよね。 My car is small, so is mine。 だ別に人じゃなくてもいいんですよ。俺の車ちっちゃいんだよね、あ、俺のもなんだよってことですよね。 So is mine。 Your work looks great, so does yours。 あなたの仕事すげえいいね、お前のもな、 So does yours。 で今までの例文はこうやりとりでしたけども、一つの文で自分が言ってもいいんですよ。例えば He's Japanese and so am I。 彼は日本人なんだけど俺もなんだよね、自分で言ってもいいわけですよね。別に掛け合いじゃなくて。I took a train and so did Jim。 電車乗ったんだけども、ジンも乗ったんだよ。ということで、so の後にひっくり返すと。そうすると、何々もなんだよってことなんですよね。ジム・クレーマーに戻りますと、その投資銀行のトレーディング業務、トレーディングオペレーションはもう火を吹いてると。で、so are their money management business。彼らのマネーマネジメントビジネスもそうなんだと、火を吹いてるんだってことなんですよね。ということで今日は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして本当にどうもありがとうございました。And their trading operations are on fire, and so are their money management businesses. And that, ladies and gentlemen, is the conclusion of the lightning round.